こんにちは先日ウドコモからシニア向けのスマートフォン楽ラク,ラクスマートフォン F52B を2022年2月以降に発売するという発表がありました楽ラク,ラクスマートフォンのシリーズは累計で700万台販売されていますそして今回の楽ラク,ラクスマートフォンですけれども従来のものからかなり進化してきています 防水防塵だけでなく水洗いやアルコール消毒にも対応したりマスクでの通話フィッシング詐欺警告機能などを搭載するなどシニア層を意識した作りになっています今回はラクラクスマートフォン F52B についてお伝えしたいと思いますまず最初にラクラクスマートフォン F52B について紹介しているドコモのサイトを見ていきたいと思いますこちらの動画をご覧ください こちらは、ラクラクスマートフォン F52B を紹介しているドコモのサイトになります。ドコモ、ラクラクフォン安心スマホ。2022年2月以降発売予定。ラクラクスマートフォン F52B です。愛されてシリーズ700万台。安心の使いやすさはあなたに。こちらがですね、F52B ですね。 色はピンク、ホワイト、ネイビーこの3色になります特徴とスペックとススメポイントそれぞれ説明していきたいと思いますまず製品の特徴ですね2つのモードをお好みで使い分け文字も見やすく誰でも使いやすい こちらはですね、機能は全機種と同じですね。こういうモードとこういうモードを切り替えができるということです。使い方アプリとガイド本、楽楽本センターでわからないを解決。この楽楽本センターというのがあって、それでわからないことを解決してくれるということですね。まあ、サポートになりますね、こちら。 楽ラク,ラクスマートフォン初の二眼カメラ搭載。近い距離でも綺麗に撮れる。こちらですね。新しい機能になります。えー、二眼カメラになりますね、えー。マクロカメラが追加されましたね。ですので、えー、まあ、鼻の写真を撮るとかですね。こういうことが簡単にできますね。いざという時の心強い見方、詐欺からあなたを守る暗視機能が充実。 これはですね、新しく追加された機能ですね、えー。フィッシング詐欺防止機能っていうのが新たに追加になりました。新生活様式に適したマスク通話モールとあらゆるスマホあ。これも新しい機能ですね。マスクを通して通話した時でも聞き取りやすくよるんですね。そういうふうな機能が搭載されています。また、ハンドソープで丸洗いができたりとかですね。 アルコール除菌もできるってことで新しくなっています。脳のトレーニングで脳の活性化、さらにスマホで楽しく毎日健康管理。こちらはですね、健康管理ができるというアプリが搭載されているということです。そして、ホームボタンに指紋認証機能を搭載、簡単な認証でキャッシュレス決済。これもですね、新しい機能追加ですね。 ホームボタンに指紋機能がプラスされてますんで、えー、ホームボタンを押すだけでですね、セキュリティロックのですね、解除ができるってことです。これは便利ですね。5インチの大画面で持ちやすく安心の電池持ち。こちらですね、画面がですね、5インチになりましたんで、えー、従来よりもね、大きくなってます。また、電池の容量ですね、電池の容量が60%アップしてますんで、 残量を気にせずに使うことができるというふうになってますね。あとは、思い出の写真や動画も簡単にテレビの大きい画面に映して楽しめるということで、えー、テレビとスモーを簡単接続で、えー、テレビ、えー、テレビで、大画面で写真とか動画を見れるという。これもいいですね。ではですね、スペックについて詳しく見ていきたいと思います。まず、ディスプレイですけども、5インチのフルエッジでプラスですね。 で、UKL ですね。UKL んでかなり綺麗だと思います。バッテリー容量は 3400mAh ですね。そしてカメラですけども、カメラはアウトカメラが約1310万画素と約190万画素。インカメラが約810万画素になってます。カメラは2眼カメラですね、アウトカメラが。内蔵メモリーですけども、RAM4GB、ROM64GB、えー。こちらもですね、容量がアップしてますね。 そして通信速度ですけども、通信に関してはですね、4G だけでなく 5G にも対応しています。ですので、5G での通信速度、かなり速くなっています。そしてサイズですけども、サイズはですね、未定になってますね。また重量も未定です。で、SIM カードはナノに、ナノ SIM ですね。で、防水防止に対応して、IPX5、 ipx8 と ip6s に対応ですね。そして、お財布形態フェリカに対応。あと、ワンセグ対応ですね。この辺もですね、えー、従来と同じですね。そして、生体認証として指紋が対応ですね。あと、ハイレゾー対応とワイヤレス充電に対応。あと、緊急ブザーですね。あとは、音声読み書きの、あとは、ラグラクタッチ。赤外線通信機能、FM チューナー搭載ですね。 あと、こちらにですね、ラクラクスマートフォン F52B はドコモがおすすめということで、おすすめポイントはこちらに書いてあります、えー。シンプルな料金、基地の下取り目可能、信頼のネットワーク、サポートも安心。以上です。いかがでしたでしょうか今回のラクラクスマートフォンですけれども、初めて 5G に対応します。 基本的にデザインは前期種の F42A とそれほど変わってないみたいですね。ただ、機能とかそういうのはですね、グレードアップしてきます。それはこちらですね。4G 対応から 5G 対応にアップ。画面サイズが4.7インチから5インチにアップ。バッテリー容量が 2110mAh から 3400mAh にアップ。 背面カメラはシングルカメラからデュアルカメラにアップ。指紋センサー搭載。フィッシング詐欺防止機能を追加。などです。ちなみに、このスマホですけども、SIM ロックはかかっていませんので、ドコモだけではなく、アホモでも利用可能です。ただし、ドコモ系以外の SIM については、実際使えるかはわかんないんですけども、多分使える可能性が高いんじゃないかなと思います。 私はあ、ラクラクスマートフォンを使ったことはないんですけども、機能がシンプルにまとめられていて、特別なことをしないなら、これでも十分かなって思います。以前、ラクラクスマートフォンには Google プレイが入っていなかったようなんですよね。でも、ラクラクスマートフォンの4以降ですね、Google プレイが入ってきていますので、アプリをいろいろいられるようになって、 普通のアンドロイドスマホとそれほど遜色ない使い方ができるんじゃないかと思います。あと今では珍しいワン線がついてますよね。普段使うことはあほぼないと思うんですけども災害時にニュースを見るとか暇の時にテレビを見るようなこともできるのであると便利かなって思います。また赤外線通信もついてます。この赤外線通信もですね 他のスマホでではほとんどいいてない機能です。この機能を利用してスマホ同士でデータ通信が可能となりますけども家庭用のリモコンとしても利用が可能です。これ便利ですよね。あとこの楽々スマートフォンですけども他の Android スマホに比べるとサイズが小さめですして軽めです。ですので使いやすいように思いました。ただネックなのは価格なんですよね。 やはり、シニア用に開発された、特別に開発されたスマホっていうことですね。価格が他のアンドロイドスマホに比べると高めかなって思います。他のスマホは一般用ですので、数がたくさん販売されてますんで、大量生産ということですね。安くなるんですけども、楽々スマホはですね、専用機っていうことで高めですね。もちろんですね、フラグシップ機などに比べると安いって言えば安いんですけどね。 それにしても来年2月以降に販売ってことなんですけどもまあ冬商戦ではなく来年の春商戦用のスマホって感じですよねなのにもう発表するってことはちょっと時期尚早な感じがしないでもないんですけどね多分この新しい楽々スマートフォン私は購入しないと思うんですけどももし価格がですね安いなら試しに買ってみたいとは思いました まあ、あこの楽々スマートフォン普通の Android スマホに比べると使いやすいと思いますけれども逆に言うとですね、えー、いろいろ掘り下げて、えー、いじり倒すことができないので飽きてしまう可能性はあるかもしれませんあなたは今回の新しい楽々スマートフォンどう思ったでしょうか今回の動画はこれでおしまいですご視聴ありがとうございました